それでは皆様大変お待たせいたしました。ただいまより G3 オールレディース本日12レースに出場する優勝戦出場選手の公開インタビューを行います。それでは6選手の入場です。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。1号艇谷川理恵選手、2号艇岸恵子選手、3号艇長島真希選手、4号艇山川美幸選手、5号艇中里優子選手、6号艇本部恵選手、以上の6選手にどうぞ皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。それでは1号艇の谷川選手からお話を伺ってまいりますので、その他の5選手はどうぞおかけください。では谷川選手からお話を伺ってまいります。谷川選手おはようございます。おはようございます。さあもう今節本当に止まらない勢いですね。ね、どうしちゃったんだろう負けなし10連勝ということなんですけれども、さあ改めて今節のこのモーターどうですか。前件からいいなとは思ったんですけど、はい、ちょっとプロペラが違ったのでプロペラだけしました。あ、もうそれは初日走られる前から。いや、初日一走してみて、はい、2頭の人に結構追いつかれたんで、あ、はい、やっぱり叩こうと思って、ただもう2走目からすごい変わりました。あ、じゃあもうドリーム戦からもうかなりの手応えを、はい、うん、まあ、そこからはでは大きな調整をせずに来られていますかね。はい、はい、特にこの船足の特徴というのはいいところどこでしょう。うん、全部揃ってて、はい、回ってからのバックの足がいいと思います。うん、回ってからぐいぐい出ていく、はい、うん、そうですよね。あのレースでもレースのこの勝ち方を見ていても、もう差しまくり差しまくり、もうすべて多彩に決まってますよね、うん、でも展開も向いてきてます。あ、ただまあ女子戦谷川選手はもうガマゴーリ足跡連続優勝されまして、はい、もう勢いすごいなと思ったんですが、ね、どうしちゃったんだろう本当に今節はそれを本当に上回るリズムですね、はいはい、今日はまだ乗られてはないと思うんですけれども、はい、こうちょっと雨もしっかりと降っていますが、そのあたりはいかがでしょうか。まあ、プロペラするかしないかぐらいで、あ、はい、何もしないです。不安は感じていない、はい、うん、まあ、自身初のこうパーフェクト優勝をかけてということですが、こうプレッシャーなどはいかがですか。ないです。あ、もう全然、はいはい、もうとにかくあとは優勝するだけ、はいはいはい、まあ、大村の睡眠もずっと言われてますけれども、はい、大好き。はい、好きです。はい、ありがとうございます。さあそれではですね、最後にファンの方へ向けても一言お願いいたします。はい、大村好きです。たくさん買ってください。はい、1号艇の谷川理恵選手でした。ありがとうございました。では続いて2号艇の岸恵子選手にお話を伺います。はい、おはようございます。おはようございます。さあ岸選手も今節はもうどんどんと上り調子の様子ですかね。そうですね、日に日にちょっとずつ良くなってます。あ、なるほど、はい、現状で何か船足気に入っているところはありますか。うん、全部気に入ってはいます。あ、はい、もう自分のレーススタイルに合っている。はい、うん、今日の調整としてはどういったことを考えていますか。ちょっと気象条件が昨日と違っているので、微調整はしていこうと思ってます。あ、それでもきっともう微調整で、はい、ゾーンは外さないだろうなと、はいはい、そして岸選手今節スタートも決まっていますよね。タイミングはいいですね、はい、平均コンマ 1,2 ということで、はい、そうなんですよ。そのぐらいならいけそうだなという感じはありますか。うん、いけると思います。うん、さあそれでは2号艇という枠になりましたけれども、はい、まあ、2コース想定ですよね、はいはい、ご自身の中で2コースとの相性というのはいかがでしょう。あ、嫌いじゃないんですけど、はい、内側に高い壁がそびえてるんで。そうですか、はい、まあでもそこを、はい、攻略したいと思います、うん、チャンスがあればということですね、はい、はい、それでは最後にファンの方にも一言お願いします。はい、少しでもチャンスはあると思ってるので、いっぱい買って応援してください。はい、2号艇岸恵子選手でした。ありがとうございました。それでは続いて3号艇の長島真希選手です。おはようございます。おはようございます。さあ長島選手はどうでしょう。ドリーム戦初日のドリーム戦は5着という結果でしたが、はい、そこからの船足いかがですか。はい、そこから少しずつ自分の好きな乗り心地にはなってきていると思います。うん、まあ、初日にもやはりこう比較よりも自分の体感を大事にすると言われていましたが、はいはい、まあ、そのあたりしっかりと
そう、まあしっかり失敗もありますけど、はい、徐々にその失敗を生かして調整はできていると思います、うん、なるほど。フランスとしてもどうですか、この優勝戦メンバーで。そうですね、先輩たちにはちょっと、はい、足的にはどうかなってとこあるんですけど、まあ最後まで諦めないで調整したいと思います、うん、とにかくでは気持ちよく乗れるように体感をしっかりさせていきたい、はい、そうですね、はい、ちなみに今朝結構プロペラ叩いていたように見てました、はい、覗いちゃってたんですけど。そうですね、はい、5日間のいろんな反省を込めて叩いてみました。なるほど、はい、まあ、これがいい方向に行けば、はい、うん、チャンスはあるんじゃないかということですね。そうですね、はい、長島選手、この3号艇という枠、赤色との相性はいかがでしょう。はい、好きですね。はい、もうしっかりと枠主張して3コースから、はい、うん、スタートはいかがですか。そうですね、自分の勘のなさとあれなんですけど、本当自分次第だと思っているので集中していきたいです。はい、さあそれでは最後にファンの方へ一言お願いします。はい、結果はどうなるか分かんないんですけど、今やれることは全てやって優勝戦に行くので応援お願いします。はい、3号艇長島真希選手でした。ありがとうございました。では続いて4号艇は山川美幸選手です。おはようございます。おはようございます。さあ山川選手、今節はオール3連隊の走りとなっていますけれども、はい、こうモーターの動きいかがでしょうか。うん、まあ、回り足がいいです。うん、はい、回り足はではもうこの優勝戦の中でも引けを取らない、まあ、取らないと思います、はい、うん、回り足というのはもう入り口から出口にかけて、うん、端回りですね。あ、端回りが、はい、うん、回った後も押す感じもありますか。でまあ、乗りやすいっていうのが一番ですかね。あ、なるほど、はい、もう思い切ってレースできる回り足になっていると。そうですね、今節もちょっと一幕何回も下手打ったんですけど、追い上げる足があるので、うん、はい、あ、道中の追い上げが効く回り足ということですね。そうですね、はい、まあ、今日はまだ乗られてないですよね、はい、調整どのように考えていますか。本当は欲を言えばちょっとでも伸びが欲しいんですけど、はい、まあ、前傾から伸びがなかったので多分つかないエンジンかなと思うので。あ、なるほど、はい、もうそこよりもではいい回り足を重視して。そうですね、展開つける足にしたいと思います、うん、道中接戦に持ち込めば分はある。接戦じゃない、もう突き抜けるようにしたい。もう突き抜ける。接戦だと絶対そうです、うん、なるほど、もう一幕で決着つける、はい、つけれるぐらいにしたいですけど、はい、はい、ここはどうでしょう、もう4コースのダッシュ戦となりそうですかね。まあそのままだったらそうなると思います、うん、ピット離れなどは普通です。あの、はい、普通ですか、はい、今節スタートはどうでしょう。スタートの行き足が本当にちょっと今回悪くて、はい、ちょっと分かってないですね。あ、そこはどうでしょう、解消。そこは気合で。あ、もう気合でですね、はい、はいはい、さあそれでは最後に優勝戦向けて意気込みお願いします。はい、なんか前回谷川さんの完全 V を止めたのは私らしいんですけども、今回止めれるように頑張ります。はい、4号艇山川美幸選手でした。ありがとうございました。さあそれでは続いては5号艇中里優子選手にお話を伺ってまいります。中里選手、おはようございます。おはようございます。さあ中里選手は初日のドリーム戦は4着というところから発進しましたけれども、はい、今節そこからのお話いかがでしょうか。そうですね、少しずつ良くなってきたなとは思います。あ、ではもう徐々に押し上げてこれていると。はい、うん、昨日は何かこう上向いたなというところなどありましたか。その前の日にスタートする感じに不安があったんですけど、はい、昨日はそれが良くなってたんで、うん、その行き足から伸びというところ、はい、良くなってたと思います。が良くなったということですね。ターン回りはいかがでしょうか。そうですね、押すか押さないかって言われたら微妙ですけれども、はい、一瞬の足はこの中では一番いいと思います。あ、そうですか、はい、お、一瞬の足はいいということは、まあ、コース5コースからになりそうですかね。はい、5コースからどのようなレースイメージしていかれますか。本当に高い山が今度は4つもあるんで内側に4つ、はい、もう山川さんに頑張ってもらって、はい、お、展開作ってもらって展開作ってもらいますそこで展開向けばじゃあ一瞬のこうクッとくる感じはいいのかなと。はい、そこの足だけなんで。はい、はい、さあそれでは、最後にファンの方へ向けて一言お願いします。はい、月1本かもしれませんけど優勝を目指して一生懸命走ります。はい、5号艇中里優子選手でした。ありがとうございました。それでは最後6号艇の本部恵美選手にお話を伺います。
本部選手おはようございます。おはようございます。さあ本部選手は今節ここまでの船足の推移動きいかがでしょうか。初日はちょっと伸び型だったのと出足がなかったんですけど、はい、途中から良くなってます。あ、では現状だいぶバランス取れている感じですか。そうですね、はい。優勝戦へ向けて船足としてはこうどういったことを考えて調整されますか。6コースなんで、ちょっとだけ伸び方に。あ、ではもうコースは6コースから、はい、伸びを求めて調整していくということですね。はい。まあ、初日はどちらかというとでは伸び寄りだった、はい、あ、ではつけようと思えばちょっとつくのかなという気配もありますかね。でも本番以外に伸びていかなかったりとかっていうのもあるんで、はい、ちょっとわからないですね。なるほど。全速でスタート切った時とか、はい、スタートはいかがでしょうか。スタートは分かってないですあんまり、はい、あ、そうなんですね。それではこれからまだ、時間もありますけれども伸びを求めての調整を、はい、はい、展示タイムとかって結構影響してると思いますか。出てる時はいいみたいな。そうですねそこも一つ合ってた時は良かったです。あ、なりますかね、はい、はい。さあそして大村水面についてはいかがでしょう。はい、あんまりちょっと慣れてないっていうか、はい、得意ではないかもしれないです。あ、そうですか、はい。ただ初輸出した水面でもありますかね。あ、輸出経験があるという。あ、そうですね、はい、そうですね、はい、はい、と、はい。それでは最後に意気込みを一言お願いいたします。はい、展開が来れば3連単に絡めると思うんで、頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、6号艇本部めぐみ選手でした。ありがとうございました。さあそれでは改めて6選手ご紹介させていただきます。1号艇谷川理恵選手、2号艇岸恵子選手、3号艇長島真希選手、4号艇山川美幸選手、5号艇中里優子選手、6号艇本部めぐみ選手、以上の6選手で本日12レースを争います。どうぞ今一度大きな拍手をお願いいたします。それでは選手退場です。さあ皆様、本日12レース優勝戦、ぜひですね熱い声援を送っていただきたいと思います。